Thank you.
Thank you.
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリモン、行こう。俺が行く。俺が行く。オイラの番だね。
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ディアトリボン、行こう。
が行こう。俺が行こう。に勝つんだ。ギアトリモン、行こう。僕の番だね。行くぞ。ギラロモン、行くぞ。私の番ね。もっと守れる力を。
さて、そろそろ昼だし。パクマアグモ、戻ってきたか。パクマ、大変。すっごい。なんかね、大きくてビヨーンってしてて。大きくてビヨーン。ね、なんだっけ。あ、そうだ、電波塔だ。あ、電波塔か。電波塔ってそれに高い建物だよね。上はそこはどれくらいの高さなんだ。すっごファルコモンも見たんだよな。大体でいいから。ふむ、比較物がないから正確にはわからないな。そんだけでかけりゃ間違いなく電波塔だな。設備は生きているのかしら。それはわからない。そもそも我々は電波塔がどういうものかも言ってみればわかるでしょう。ひょっ、そうね。ここで話しててもしょうがないわ。それじゃあ山登りね。頑張りましょう、葵。え、山登り。そうよ。電波塔は森を抜けた先の峠を越えて山のてっぺんにあるわ。森を抜ける？冗談じゃない。探索は反対だと言っただろう。ただでさえ怪物がさまよっているのに登山。僕たちだけじゃ無理だ。ここに残るべきだ。修士、怒らないで。うるさい、お前は黙ってろ。無駄だ。そうは言いますけどね、修士先輩。言って子供だけで何ができるんだ。大人の救援が来るのを待つしかな。来るわけねえだろ。言ってない。それを口。私も一緒に行くわ。もちろんよ。おい、葵くんもここに。もし電波塔でスマホが先生やみんなに連絡。そうなればあとは救助を待つだけです。うんうん、やる気だね葵ちゃん。僕も電波塔は気になる。もちろん行くよ。で、どうします。だが
治さん、いくら自分の意見に従わないからって。ま、別にそんな。そうよ、たくまくん、修二さんはそんな。その通りだ。やれやれ、そこまで言われたら反対する。じゃあ皆さん行ってらっしゃい。何言ってんだよ、ハル、ミユキ。二人っきりでここにいてもまた敵が来るかもしれない。第一、ハルにもミユキにも相棒の怪物がついていないじゃないか。うむ、危ない目には合わせないぞ。僕も守るぞ。すぐに便乗するんだから。アグモンはいつもこんな感じなのよ。あ、リョウ先輩はお留守番頼みますね。待てよ、これだけ置いてくなよ。何よ、寮ったら協調性もないくせに一人は嫌な。いいっていいって、このところおかしかったけど。校舎から近いところにこんな場所があったなんて。神社のある森のあたりをほんの少し左。この崖、斜面がずっと下まで続いてる。あ、見て、大きい橋が。大きい橋だな。またその話。あ、なになに、何の話。アグモンのなりたいものの話よ。うん、僕もあんな風にですって。ほんと、タクマもそう思わない。うん、アグモンたちが不思議なのは。それもそうだわ。そん別に褒めてない。フローラモンたちと仲良くしてたからつい忘れ。この子たちって。リョウ、だここら辺に危なそうな感じはないから。俺なんて。そうはいかない。僕たちは誰し教授のためにも。僕は、うん、僕だって放っておけるわけないって。くっそ、随分歩いたが、電波間違いない。あれ、よかった、無事。いや、か、おい、正直に答えねえと。どうなる。はあ、だから何度も言ってるけど。カイト、カイト、よかった、無事だったんだな。お前ら手伝え。こいつは助けてください。え、この人にいきなり大声で怒鳴られて、私何も知らないのに。ふざけるな、人間の姿をした化け物が。ガイドやめるんだ。
Thank you.